はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。3アカ使った無課金攻略、今回はね、時間がない人のための、一番効率の良い横取りイベント無課金攻略ということで、今回ね3番目のアカウントサブアカですねやっていきましょう。で一応ね4番目のお宝が横取りなしでね7個揃ったので、絶対負けないね横取りをお見せしたいのと、一応ね効率のいいということで、一応ね第3のお宝こんだけで、一応ね横取り1回で揃いまして、第2と第1はね横取りなしでやってて、まあ周回がね少なくても、まあ、6までいけるぜっていうね、はい、それをテーマにやってる無課金攻略でございます。まあ一応ね普段はあんまこのサブアカやんないんですけど、まあ、今回はね、前回のこまみちゃん横取りイベントこまみちゃんもそうなんですが、今回のね龍太くんが青龍か種族効果アップね、これめちゃめちゃいいので、まあ、一応ねラストチャンスだけ頑張ってやれば、一応前回のこまみちゃんも横取りイベントのこまみちゃんもなんとねラストチャンスだけで、見事引っかかりまして、ちゃんとねスキル2まで解放できたということがありましたので、はい、ちょっとねまあ、特に今回は横取りチケットが、10枚ですね、課金なしでもゲットできるので、ログインボーナス2枚交換3枚ミッション3枚の、8枚で、あと、無料配布が2枚来て10枚ねあったので、一番ね効率の良い攻略ということで、6までねやればいいので、3、1回、4、1回、5、4回、6、4回の横取りでね、で周回もこれぐらいでいける無課金攻略を見せようということでやっております。一応前回ねこまみさっきも見せましたが、こまみさんのやつで通用したんで、今回もやっていきたいと思います。そしたらね絶対負けない横取りは、一応ねチャンスタイム出してやるやり方なんで、じゃあチャンスタイムね先出します。でね、後で紹介もするんですけど、2番目のアカウントも同じようにやりましたが、なんとちょっと意外なことがあって、なんとね、チケットがね、このアカウントはなんかワクワクボックス1枚も落ちてないんですけど、2番目のアカウントは3枚も落ちちゃって、ちょっと迷ってるぜっていうところで、はい。ちょっとそれも最後見せて終わりにしようかな。はい、じゃあちょっとチャンスタイム待って横取り仕掛けたいと思います。一応横取りはね、あ、0回でいけたんだ。なるほど。じゃあ1枚余るな。はい。そうだ、3はなんか周回してたら揃っちゃったんだ。横取りしてないですね。ごめんなさい。はい。こんな、ちょっとした周回で揃っちゃったんだな。はい、じゃあちょっとチャンスタイム出します。はい、そしたら紫がまた2桁になっちゃいましたが、チャンスタイムね、来ましたんで、一応プリチーの桃が残ってるので、一応ね私のやり方、普段真ん中円満にして横取りはされないように注意をして、かつね横取りについては、はい、これですね、一応基本的にはサイドを円まで引き分け狙いで真ん中だけね勝っちゃうぜっていうやり方ですね。じゃあちょっとこまみちゃん真ん中でいっちゃいましょう。これで戦力ね5万近辺なんですよね。はい、行きましょう。アタックチャンス。薄ら影か。不気味か。行きましょう。9枚。5万1000。4万9000。5万超えちゃったね。1万2000、3000差。だけど、チャンスタイムでもう上回って。で、一応ね、保険で真ん中。ただこれね、たまにほんとね、チャンスタイムよりもさらに上の強さで来るときあるんでね、ごめんなさい、ありがとう。なので一応真ん中でね勝つようにしてます。はい、横取りとしてはもうあっという間に終わってしまいましたね。はい、ということで龍の被疑書ねシソ龍ゲットしました。一応このアカウントは第3までね、なんと横取りなしで、なんかねあんまり周回ガチで周回しないと割と少ない周回でなんかゲットできるのがこの横取りイベントの傾向で、まあサブアカだからねあんまりやんないで、まあでも2桁が2個かっていう感じでクリアし合いましたと。
で第5第6については5個目がね落ちにくくなっているので、もう 4-4 でね、8枚で、クリアできるんですけど、1枚ねあれ1枚保険があるといいなっていうところで、あそっか今回初めてね横取りやったので、そう前回ね横取りやろうとしてチャンスタイム周回しようとした瞬間に落ちて揃っちゃったんだよね。はい、あれ横取り処理、あそっかミッション上にあったか、これですね。はい、なんでこれで9枚で、うん、残り8回をプニフエの試練、あらまあいいや、なんだっけ、残り8回をね、まあ一応9枚あれば保険として1枚ね持ってやれるので、まあそれでいければいいかなって感じでやる予定です。これがまあ最短でね、うん、もう7はもうすぐ割り切ってね、もう7諦めてもう6までね最短というか、まあ一番効率の良いやり方で取りに行くって形ですね。本当は4もね揃うんですけどね、横取りなしでもね、なんですが残り1個からが大変なので、まあぶっちゃけて言うと残り2個からがね大変なんですけどね、そんな感じでやって5-6やって、あとはラストチャンスでね50連で青龍が来たらクリアできたらいいなみたいなね、まあクリアできなくてもスキル2でね青龍のスキルが解放できればもうこのイベントそれで文句ないなって感じでやってますかね。はい、じゃあちょっと2番目のアカウント面白くなってるので2番目のアカウントもお見せしましょう。サバーカ、はい、これ2番目のアカウントなんですけど、なんと横取りチケットがね12枚ということで、なんと3枚もねワクワクボックスから落ちてしまいました。それの影響で一応ね横取りも1回だけやったかな、そうだね1回だけやってまして、それなのに12枚残ってますと。で本来だったら3はね横取り1回でこんな感じでまあ綺麗な感じでクリアして、まあ2もまあそんなに多くなく1が多いくらいか、そしたらなんか4がねじゃーんどこが効率いいんじゃいということでね、はい、全然効率よくなく残り2個残って全然落ちないって状況です。でただねよくよく見るとなんか12枚あるんでねもういっかってことで、こっちは効率を捨てて567を今だと444でいけるので、なんで4はね、はい、2番目のアカウント4はまあもうこのまま自力で落としてしまおうという、なんかそんなここは効率のいい横取り攻略じゃなくなってしまいました。ただねこれもさっき言った通り前回ねサバカだけどコマミ成功してるので、まあねこれでやってもまあ最悪ね6まで終わればね、はい、いいの でかつね一応このアカウント福龍さん持ってるんでね、なんか別にもうとっとと諦めて6でいいじゃんって思うんですけど、なんかね、はい、せっかくワクワクボックスから落ちてくれたし、まあどうせ暇っつったらおかしいな、はい、まあまあそんなにはまらなかったらやってやろうかなっていう感じでこのアカウントはやろうかなと思ってます。でゴリゴリにやってるメインアカをちょっと次にお見せして終わりにしましょう。はい、これメインアカの方で、これはねまだ横取りやってないのでチケット10枚ですね、なんでまだやってないので11枚ねいけるんですけど、さっきだと11枚だと7までねギリギリまだいけないので5ね5がこの5個目が落ちないんですけどね、はい、なのでなんか結構運ゲーですよね。でゴリゴリに周回してるとこうなっちゃいます。だから本当全然スマートじゃない、やっぱなんか周回しすぎだとやっぱりありますよね、なんか絶対明らかに他のサブアカと全然違う、こんなゴリゴリに違うので、なんかねやっぱ周回やりすぎはなんかあるんですよ、全然違うもんねはい、こんな感じでまあ一応ね今回本当に青龍だから頑張ってるっていうかね、はい、やってるっていう感じで、前回のコマミが3赤成功したんで今回もね、はい、3赤青龍目指して頑張ってますが、多分ね
うん、ラストチャンス出ないんじゃないかな、今回はコマミと違って。あの時は初回で、今回は最終回だからね、コマミの時は。だからちょっと今回はきついんじゃないかなと思ってますが、まあね、前回コマミが3つ揃ったんで、今回も3つ揃うといいなって感じでやっております。はい、じゃあすいません、また会いしましょう、さよなら。ちょっとね、2番目のアカウントのせいでなんかちょっとおかしくなってきますが、うん、まあ頑張りましょう、楽しみながらね。